立憲民主党の後藤祐一でございます。確認します。亡くなってしまった方が会計責任者であったことは政治資金規正法上罰則の対象にならないということでよろしいですか。寺田総務大臣、そのように理解をいたしております。ここの4という欄には会計責任者の氏名として岡田孝之さんのお名前が挙がっておりますが、これは収支報告書そのものが虚偽記載だと思いますが、これは罰則の対象になるんじゃないですか。政治資金規正法上ですね、政治団体の会計責任者、これは毎年12月31日現在で政治団体にかけるその年のすべての収入支出資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、選管または総務大臣に提出をしなければならないということでございまして、この故意または重大な過失によりまして収支報告書に虚偽の記入をしたものにつきましては5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。委員長、私は亡くなってしまった方が会計責任者であったことは政治資金規正法上罰則の対象にならないということですかと聞いたら、そのように返しておりますという答弁がありましたが、これ間違いじゃないですか。答弁訂正していただけますか。速記を止めてください。確認をいたしましたところ、会計責任者がですね、欠けた場合にはその職務代行者がその職務を行うということでございまして、後後段のご質問はこの収支報告書の記入の問題のご質問だったかと思います。その点については、この虚偽記入について故意また重過失についての罰則の定めがあるということでございます。委員長、よくわかりませんが、この1ページ目の会計責任者の氏名として、お亡くなりになった方の名前が書いてあるというのは25条の対象となり罰則の対象になるということでよろしいですか。大臣、はっきり答えてください。速記を止めてください。この収支報告書のですね、様式その1、この表紙に記載をされるこの会計責任者の氏名につきましては、政治資金規正法に基づき届け出をされている、この会計責任者の氏名を記載をするということとなっておりまして、でこの政治資金規正法においてはですね、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項をですね、記載しない、または虚偽の記入をしたものについては、罰則の対象となります。個別の事案についてのこの判断を差し控えますが、規定上はそのようなことでございます。委員長、罰則の対象になるということですね。そうしますと、最初の答弁、間違ってるじゃないですか。訂正してください。速記を止めてください。速記を起こしてください。総務大臣。はい、最初の問いというのが、その死んだ方が会計責任者である場合ということでございますね。それについては必ずしも規定上は明らかでないということでございます。何を言ってるか分かりませんが、私はこう言ったんですよ。亡くなってしまった方が会計責任者であったことは政治資金規正法上罰則の対象にならないということですかと聞いて、その通りって答えたんですよ。収支報告書の1枚目はどう考えたって収支報告書ですよ。罰則の対象になるって先ほどお答えになったじゃないですか。そうすると最初の答弁が虚偽答弁じゃないですか。答弁訂正してください。収支報告書の1枚目にどう書くかどうかということとですね、会計責任者が亡くなった場合のその会計処理というのはちょっと私今分けて考えておりまして、収支報告書の表紙の記載については先ほど申し上げた通りです。規定があるわけでございますが、会計責任者が亡くなった場合の会計処理についてはですね、これは、職務代行者が行うわけですが、そのことについてはですね、この明文の規定は罰則上明文の規定はないということでございます。後藤祐一君、先ほど罰則の対象になるって答えましたけど、罰則の対象にならないってことですか。どっちなんですか。罰則の対象になるというのは収支報告書の表紙の記載においてですね、この故意または重過失によりこの正しい記載を行わなかった虚偽の記入をしたものについて罰則の対象になるという答えでございます。委員長、岡田孝之様がお亡くなりになっていたことは大臣、次の年の二本参りの時には
知っていたとおっしゃいました。この令和元年分はちょっと微妙ですが、少なくとも令和2年分についてはもう当然知っていたわけですから、重過失は少なくともあったんじゃないですか、罰則の対象じゃないですか。私自身が直接この管理している団体でもございませんし、私自身がですね、この後援会の収支報告についてそのチェックすべき立場でもございません。したがって今言われているのは私自身に対してという意味ですよね。それについてはそういうことでございますが、その収支報告のこの表面の記載についてはですね、この個別の判断となるわけでございますが、この亡くなった後の収支報告書の記載についてはですね、瑕疵があったということでございます。瑕疵があったということは過失は少なくともあったわけで、これが重過失だったら罰則の対象じゃないですか。まあ、重過失か計画失かっていうのはいろんな判断があり得るでしょうから、重過失の場合には虚偽記載で罰則の対象になるということで、もう一度よろしいですね、本件についてですよ。寺田総務大臣。規定上はですね、この政治資金規正法上は故意または重大な過失により、この虚偽の記入をした場合については罰則の対象となりますが、個別の事案については、その判断は控えたいと思います。委員長、昨日のパーティーでもしっかり説明していくとか言った割には説明しませんね。時間がないんでもう一つ聞きますが、これは寺田恵子様が寺田誠呉後援会の方に家賃の領収書、そして120万円の領収書を切ってるわけですが、これ令和元年とあと2年もあるんですが、こちらには就任意思がついてますが、平成30年のものについては就任意思がついていません。ちょっと時間がないんで財務省の答弁は省略して、印紙税法8条では当該課税文書、まあ領収書ですね、の作成の時までに文書に貼り付ける方法により印紙税を納付しなければならないというふうにありますが、これは印紙税法違反ではありませんか。この就任印紙まだ貼り付けてないんですか。貼り付けたとすればいつ貼り付けたんですか。昨日行われたのはパーティーではございません、後援会でございます。で、ご指摘のですね、この平成30年のこの領収書です。で、これはこの就任印紙を添付していない時点でコピーがなされ、そのコピーをですね、選管に提出しております。で、事務担当者に確認しましたところ、提出期限との関係でそのようにしたということでありますが、その後当日速やかにですね、400円の就任紙が添付をされ、添付をされたものとして保管をされているところでございます。委員長、この就任印紙はいつまでにつけなきゃいけないんですか。作成の時までと条文上になってますが、これは領収書を相手方に渡す時までということでよろしいですか。国税庁堀内課税部長。印紙税法上、印紙税の納税義務は課税文書を作成した時に成立することとされております。例えば領収書のように相手方に交付する目的で作成される課税文書につきましては、交付の時が作成の時となります。したがって領収書を相手方に交付する時までに収入印紙を貼り付けて印紙税を納入する必要がございます。委員長、後藤君に申し上げます。申し合わせの時間がすでに経過しておりますので、ご協力お願いします。はい、これで終わりますが、大臣は相手方に領収書を渡す前のものを収支報告書として添付して選管に提出したってことですか。今の話聞き、そろそろもうおやめになったらどうですか大臣。以上、終わります。次に渡辺修君。渡辺君。立憲民主党の渡辺でございます。先ほどの後藤祐一議員のですね、補充質問について、加えて質問をさせていただきたいと思います。大臣はこれまでもですね、会計責任者が亡くなられていた、それは日本で回られて、お別れになった。そうしますとね、一体どなたが事務担当者の方はしていたのだろうかと。10月27日の総務委員会、奥の委員会の質問で、東海会計者の会計責任者の方はその事務担当者、亡くなられた方ですね、その事務担当者の方に判子などもお預けになっておられたと、いうふうなことも聞いておりますということでございます。まあ、言ってしまえば名義だけを借りてですね、普通に考えれば会計責任を任せる方ですから相当な信頼関係があって、亡くなられ亡くなられたら一大事なんですね。亡くなられたら慌てて飛んでいくぐらいの、把握をされてるぐらいの方だと思います。しかしそうではなかったと。もうその辺からして非常にこう分かりにくい話でございますけれども、そうしますとですね、この一体答弁にもあります。事務担当者の方というのは、手伝いを、事務担当者の方ものは、事務的なお手伝いを必要が生ずればするということで、私と雇用関係のあるものもおりますが、そのものが本件について関与したということは確認ができておりません。そうしますと一体誰が亡くなった方のお名前でこの収支報告書を提出したのか、その点について確認をしたいと思います。で、この竹原後援会ではですね、代表者の方がなさっていたんですか、それともその方が事務処理等を管轄していたのかどうか。私が
直接管理する政治団体ではなく、収支報告を含め事務処理の詳細は承知をしていないところでございます。で、今回このご指摘も踏まえですね、この令和元年分以降の収支報告書等につき、ご指摘の令和元年10月にですね、会計責任者がお亡くなりになったということでございます。で、この職務代行者というのをこの届け出ております。で、この職務代行者、それと収支報告書の事務を行う者、これらがですね、事務処理を行っていたというふうなことでお聞きをいたしております。この方々に今秘書さんを通して確認をしているということで答弁されておりますが、もうですね、1週間前のこの委員会で、後藤委員が質疑に立つということで、通告をされてからもう1週間経っている。一体どれぐらいその確認がされたんですか。この地元秘書などを通じですね、確認を行ったところですね、令和元年、このお亡くなりになった、10月お亡くなりになったと。で、秘書がですね、その関係者の聞き取りを行ったところ、この本来ですね、お亡くなり、会計責任者がお亡くなりになり、このその職務の代行をですね、するときは、この収支報告書の、この会計責任者の宣誓書等にはですね、職務代行者の名前や、あるいは印をですね、記すべきところ、収支報告書の事務を行う者がですね、その事務処理を誤ったということでございます。これはその死亡情報がですね、事務的な連絡ミスにより事務を行う者に伝わっていなかったことが確認をされております。で、なおその事務を行った者というのはですね、私が代表を務める政治団体とは、雇用関係にあるものではないことが確認をされておりまして、この現在ですね、すでに手続き、是正の手続き、すなわち竹原後援会の正式なこの政治団体の移動届をですね、終えたところで、ございます。なお事務担当者は非常にこの今回については事務的ミスで申し訳なかったというふうなことを申しておったようでございます。これはもう収支資金報告書というのはこれ公開されているものでございます。私どもが入手した中ではですね、事務担当者の氏名として松島さんという女性の方、それから熊沢さんという男性の方のお二人の名前が書かれているんですね。このお二人は事務担当者はどういう方でいらっしゃいます。またこの方々には、竹原後援会あるいは第五支部から何らかの報酬の支払いをしているんでしょう。事務担当者、これいずれも女性でございます。いずれも女性でございますが、そのいずれ雇用関係について申し上げますとですね、1名は、この第五支部職員、すなわち常勤職員であります。で、もう1名はそうではございません。この請負に基づく報酬支払い者でありますが、この両名ともですね、今回の何か必要があったら手伝うというふうな意味で、この名前の記載はいたしておりますが、今回今申し上げたようなですね、この事務処理を行った者にはいずれも該当しません。渡辺修君。失礼しました。配布された資料には黒塗りでありますので、あえてフルネームは申し上げませんでしたから、男性か女性かということについてはですね、ちょっと私も誤認してたかもしれませんが、先ほど申し上げた松島さんと熊沢さん、職員の方、松島さんが職員の方なんですか、それとも熊沢さんが職員の方なんですか。寺田総務大臣。なんで聞くの。いずれか1名が職員でございます。おっしゃる、どちらかちょっとこれ個人情報ですので差し控えたいと思います。渡辺修君。会計責任者がですね、亡くなっていた方で、そしてそれを、事務担当の方がですね、いろいろ不定義があったかもしれませんが、そのまんま預かっていた判子やですね、おそらくこの収支報告書のひな形も、ろくに見ないで、記載されたんだろうかもしれませんが、今おっしゃったようなその事務の職員であるのはどちらかですかと言って、ご本人は知らないということなんですが、今のとちょっとびっくりしたんですけれども、どちらが第五支部の職員さんとしていらっしゃるのかと聞いただけなんで、松島さんですか熊沢さんですかというふうに聞いただけなんですけれども、それもお答え、なんかさっき大臣後ろ振り向いたらってびっくりしたんですけど、ご自身の資金管理団体の事務を取り扱う方のことは事務方に確認しないとわからないんですか。もちろん私自身はどちらがですね、自分のこの職員であり、
どちらがそうでないかはもちろん知っております、知っておりますが、ちょっとこれは個人情報になりますのでお控えをしたいということでございます。少なくともですね、政党支部のですね、職員の方はもうすでに、しかも収支でありまして、当然公的な立場にいる方でもあります。収支報告書に事務担当者の氏名としてですね、ここには連絡先も記載されているんですね。ですから個人もこれ公開されている話ですから、個人情報だというようなことでお答えできないと非常に不誠実だと思うんですけれども、まあ、ちょっとその点についてもう一回確認します。この女性事務員で事務担当者をされた松島さん、この方は報酬を得ているのかどうなのかと、それだけじゃあ確認します。はい、松島さんはですね、第5支部から職員報酬を得ているのかと、あるいは竹原後援会から報酬を得ているのか、つまり大臣がここでおっしゃるようなですね、私と雇用関係のあるものもおりますがという方に入っているかどうか、その点について確認をしたいと思います。寺田総務大臣、今ご指摘のものはですね、第5支部からも報酬を受けておりませんし、竹原後援会からも報酬を受けておりません。次に寺田学君。寺田君。寺田学です。寺田という珍しい名字同士、国会2人ですけれども、まあ、正直いろいろ間違い電話を以前からいただいてて、過去自民党の大物議員の奥様からなぜあなたのところは婦人会に入らないのだっていうのを延々とうちの方でお叱りを受けたり、去年は赤旗さんにNTT の接待を受けた、私覚えはないんですが、ミノルと学の間違いで私が接待を受けたようなことになったりということで、いろいろあんまりいい思い出はなかったんですが、大臣になられたので本当にご就任をお祝いしたいところではあるんですけれども、就任直後から非常に、今も質疑がありましたけれども、度重なる疑念が報道されまして、地元紙でも総務大臣で書かれず寺田氏って書かれるんですけども、寺田氏が妻に政治資金を渡してたとか散々なことを書かれて誤解している県民も多いのかなと思ってて、本当にはっきりとご自身としての説明責任を果たして、理解を仰ぐ、ないしはできないのであれば責任を取ってもらうというのが私は大事だと思ってます。で、後藤さんの質疑の範囲の中で政治資金についての質問をさせていただきたいというふうに思ってます。で、一点ちょっと先ほど答弁聞きながら思ったんですが、後藤さんの資料の5枚目に寺田氏説明責任果たすということで政治資金パーティーの話が載ってますけれども、大臣わざわざこれパーティーじゃねえ講演会だと言いましたけれども、これは政治資金法8条2項の政治資金パーティーの開催ではなかったんですか。その携帯がいわゆるその飲食を伴うパーティーではなくて講演会であったという意味で申し上げたのみでございます。私が聞いてるのは政治資金法8条2の政治資金パーティーの開催のこの政治資金のパーティーだったんですかって聞いてるんです。ちょっと確認をさせてください。それも分かんないのでパーティーじゃないって言ったんですか。だいぶいい加減ですね、戸田答弁が。わざわざ突っかかるところじゃないところで突っかかったんですから、しっかりこの政治資金8条の2の政治資金パーティーじゃないということで自信を持って言われたのかなと思うんですが、そこの確認ができないってことですか。じゃあ確認してすぐ理事会の方に報告してください。ちょっと大臣の答えを見て、大臣が違う、ちょっと止めてください。速記を止めてください。予定になかった件につきましては理事会で協議をいたします。はい、寺田学君。大臣、事実確認して、政治資金パーティーだったらパーティーだったって答弁修正してくださいね。パーティーじゃありませんって言ってるんですから。収入印紙の方に移りますけれども、まず事実確認ですが、現状貼ってるんですよね、印紙を。イエスはノーだと思います。現状貼っております。いつ貼られたんでしょうか。同じ日、すなわちの戦艦に出したのと同じ日でございます。戦艦に出したその日、証紙を貼らない、印紙を貼らないで出して、その手元にあるものに印紙を貼ったんですか。なぜその同じように印紙を貼ったものを提出しなかったんでしょうか。戦艦には写しを出すわけですが、その写しを取るときにですね、その証紙を主任印紙をですね、貼ってないものの写しを取ってしまったと。しかしそれは直ちに、当日ですね、主任印紙を貼ったということでございました。この寺田恵子さんから交付された日は戦艦にそれを届けてた日ということなんですか。お金を支払ったですね、呉後援会に対して寺田恵子が、交付をした日はまさにその日でございます。同日でございます。寺田恵子さんが後援会に収入印紙を貼らないで渡して、でそれをコピーをして事務所の方が戦艦に届けて、その同じ日に寺田恵子さんは領収書の方に印紙を貼ったということなんですか。領収書でございますので当然その収入印紙を貼る予定にしておりましたが、その貼る前にですね、事務担当者がその写しを取って提出をしたということですので、直ちにその
この就任印紙を添付をしたということでございます。就任印紙を貼られたのはどなたですか。事務担当者であるというふうにお聞きをしております。領収書を渡したのはどなたですか。講演会に寺田恵子が、領収書お金をもらったという領収書を書いて寺田恵子が講演会に渡しております。就任印紙は誰がお渡ししたんですか。講演会の事務の方に寺田恵子が渡しております。とすると寺田恵子さんは領収書、印紙を貼ってない領収書だけを渡し、時間を置いて収入印紙を渡したんですか。その間にどうぞ。寺田総務大臣、もちろん収入印紙を貼るつもりでですね渡したわけです。ところが直ちに手元に収入印紙がなかったので、収入印紙を準備をしました。しかし写しをですね、収入印紙を貼ってない写しをすでに事務的に提出をしてしまったので、直ちに原本の方にですね収入印紙を添付をしたということであります。収入印紙と領収書を同時に渡して貼る作業を任せたのではなくて、まずは収入印紙を貼られていない領収書を渡して、収入印紙が手元になかったので収入印紙を後ほど同日ですけれども手配をし、事務の方にお渡しをしたと。そのタイムラグの間に収入印紙が貼られていない領収書のコピーが何かしらの形で選管に届け出る書類の中に入ってしまったということですか。はい、おっしゃる通りでございます。直ちに収入印紙が見つからなかったようでございまして、まあすぐ結果的に見つかったのであります。見つかったのですが、ちょっと見つかるまでの間にタイムラグがあったので、まず重要 その自分で名前を書いてですね、まず出しました。でしばらくの間に、主任書あったということで添付をしております。でその間の間にこの写しが取られてしまったということのようであります。寺田学君、いやようわからないんですけど、その収入印紙をポケットに入れて出てこなくてあーっとやってる話なのか、そもそも丸々全部事務所にやってもらって名前だけ貸して手続き全部やってもらってるのか、果たして分かりませんけれども、先ほどからやっぱり大臣の答弁自体に苦しさがありまして、このこと自体いつ、その寺田恵子さんが領収書を出して収入印紙が見つからなくて、その後に発見をして、添付して、出した等々のこのいきさつはいつ大臣自身として確認されたことなんですか。先週国会での総務委員会での質疑がありましたので直ちに聞いております。ちょっとこのことだけやれませんので、もう一個、亡くなられた方の収支報告の話ですが、大臣が関係されている政治資金に関わる団体が5つあるというふうに聞いてますけれども、まあ、これに関連して全部収支報告書を出されていると思いますが、そこに記載されている人全員はこの当該問題になった件除いてそれ以外の方は全員生きているんですか。今確認中でありますが、私が直接管理しております政治団体については、生存しております。所管の大臣ですから専門的にお話しされているのは分かりますけれども、これを通して一般の方も聞いていると思いますので、私は5つあるということですが、その5つの団体に関しては収支報告に載っているお名前がある方は当該ケースを除いて全員生存されていることは確認されたんですね。私が直接管理していないですね、この残りの3つですね、3つの政治団体がございます。でその3つのうちの過半はもう確認しておりますが、まだ確認中のところもございますが、この生存しているものと思います。そこは最終確認をいたします。よくわかりませんけれども、こんな大事なことをやっている人が生きているかどうかも確認にそんな時間かかるんですか。正直感覚はわかんないですけれども、その確認を今している最中で生存確認はいつまで終わるんですか。私が直接そのチェックをすべきですね、収支報告書でもありませんし、収支報告書自体私はチェックする立場でもございませんので、これは全く別団体としてですね、今現在お伺いをしているところで、できるだけ早く分かると思います。寺田学君、ぜひ委員会の方に報告していただけるように理事会の方で取り計りいただければと思います。ただいまの件につきましては理事会で協議を